気づいたら猫ににゃってしまっていた。これは一体どうしてしまったにゃ。しかも拾ってくださいって捨てられてしまってるにゃ。あれにゃ、捨て猫。篠崎さんには私が猫に見えてるんですね。触ったら怒るかな。にゃ、会社の後輩さんにこんにゃ姿、恥ずかしいはずにゃのに、体がうずうずして、私もう炎に抗えにゃい。撫でて、かまって、こんにゃことして私、恥ずかしいのに抗えにゃい。どうした、撫でてほしいのか。よしよし。篠崎さんの大きい手、すごく気持ちいい。ここ、触られると気持ちいい？篠崎さんってば、その聞き方はちょっとやらしくにゃいですか。でも、気持ちいいです。だから、猫じゃなくてもよしよしして、篠崎さん。年明け早々、私はなんて夢を。夢のことは気にするな。なんで知ってるんです。